首都圏の美術館情報をお伝えする美術館へ行こうです。今回は東京駅にある東京ステーションギャラリーで開催されている東京駅100年の記憶展をご紹介します。今日は先月開業100周年を迎えた東京駅に来ています。丸の内北口の改札を出てすぐのところにある美術館なんですね。ここ東京ステーションギャラリーでは東京駅開業から現在までの100年間を振り返ることのできる展覧会開催されてるんです。早速中に入っていきましょう。お願いします。東京駅丸の内駅舎を設計したのは辰野金吾という建築家なんです。彼は日銀本店など数々の日本を代表する建物を設計しました。まずこちらのお部屋はジオラマですよね。これは何ですか？ここは東京駅周辺の100年の歴史を知ることのできるスペースなんです。最初にご紹介するのは東京駅ができた100年前のジオラマです。駅前は雑草に覆われた原っぱですが、その近くにはすでにオフィス街が誕生しています。1945年の東京大空襲の時、この美術館のある北側ドームにも焼夷弾が投下されたんです。駅舎にも影響があったんですね。そうなんですね。そしてこちらが戦後の改修を経た1964年のジオラマです。わあ、街の様子もだいぶ変わりましたね。東京大空襲で焼けたドームなどはわずか2年ほどで改修されて八角屋根の姿でよみがえりました。東京駅はこの姿で長く愛され21世紀を迎えます。最後のジオラマは現在の東京駅周辺です。わあ、駅舎は大規模な改修工事を終えて100年前の姿に近づきましたよね。はい。ただ周辺は高層ビルがこんなに立ち並んでいます。続いて駅舎がどのようにその姿を変えていったかというのをご覧いただきます。はい。こちらの絵画は先ほどお話しした1945年の空襲の後の大改修を描いています。北側のドームと3階部分のほとんどが焼けた後の工事で、これはとっても難しいものだったそうです。南北のドームを八角形に改修したんですけれども、何せ戦後の物資の乏しい時ですよね。工夫が必要だったそうです。これは屋根組の一部です。短い木材をつなげて一つの木材として使用しました。うわ、本当ですね。日本人の知恵って素晴らしいですね。さてここでは東京駅を題材にしたアートを鑑賞することができます。はい。作家それぞれの見方で描かれた絵画も展示されてるんですよ。今日は東京駅100年の記憶展ご覧いただきましたけれども、いかがでしたか？戦後復活を遂げた日本人の力、知恵、その素晴らしさを東京駅を通して改めて感じることができましたね。戦後70年という節目の今年、見ておきたい展覧会だと思います。100年間東京という街を見守り続けた東京駅の歴史をどうぞご覧ください。